入ってますかね。はい、今日はもう犬山もザーザー降りで、ちょっと雨で、はい、ちょっと雨なので、普段のオンラインスポットガイドという、動物たちの紹介ではなくてですね、ちょっと歌をやらせてもらえればなと思っております。あ、今喋ってるの奥村です。坂口さんにも待機してもらってます。はい、よろしくお願いします。グリーン担当の坂口です。サバス担当の奥村です。2人合わせてグリーンサバスです。よろしくお願いします。やっと終わりましたね。やりましたね。ちょっと最初ぐだぐだになってました。無事に入ってきてよかったです。はい、今回は動物センターで暮らす動物たちの歌を歌わせていただければなと思っております。めちゃめちゃ激狭な角度でお届けさせていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。しお願いします。それでは佐藤さん、お願いします。はい、はい、クラウドファンディング、西ゴリラの太郎さんに夏を快適に過ごしてもらいたい皆様のおかげで目標を達成することができました。ありがとうございます。夏前には新しいエアコンが太郎さんのところに設置ができる予定となっております。皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございました。はい、クラウドファンディングを達成させていただいたということで、佐藤さんに来ていただきまして、太郎さんメドレーを最初やらせていただこうかなと思っております。さあ、それでは、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。サブさん、ピックどこやりました？ピックがですよ、ね、勝手にさっき遊んでたんで申し訳ない。すいません。それでは聴いてください、オクラの花。太郎さん元気ですか？ふうふうと挨拶。太郎さん今日の遊びは後ろ足トントン。一人で過ごさせてしまっているから、いつものメンバーが家族だよって言いたいけれど、どうか共に生きて一緒に乗り越えよう、オクラの花が咲く。ありがとうございます。ありがとうございました。本当に緊張してまだまだこうドキドキとかして落ち着かないですけど、いつもガイドとかですね、やっている時とか、あとそれとまた違うお客様をお前にする緊張感と違うところ、またこうやってマスクを、ね、して歌うっていうこともなかなかないですので、僕もちょっといささと緊張しながらやっております。でも、皆さんにこの歌の思いが伝えたい。またこの自分のペースで始めてみます。では「バテないように日陰で休もう」「水分補給夏を乗り切ろう」「カシの葉っぱの食べ方が生かす」「美しいその所作」「太郎さんつぶれない」ありがとうございました。はい、田口さんに歌っていただいて2曲歌っていただきました。田口さん、ありがとうございました。ありがとうございました。あとはですね、ちょっと
とザウさんにですね、退出していただいて、奥村のみとなってしまうんですけれども、なんかリクエストとかね、もしできれば、やっていければなと、時間の限りやっていこうかと思っておりますと。屋久島ザウという歌なんですけれども、今日の歌をですね、作ってみました。あのバレエの焚き火にいる間にですね、こんなできないかなと思って作っていたんですけれども、この屋久島猿の歌を作る前に、ちょっと遊びでですね、あのエイトさんの香水の替え歌で、高水というのをちょっと作っていたんですけれども、だいぶそれに引っ張られる形の曲になってしまったかもしれないんですが、聴いていただければ幸いです。それでは、屋久島猿の歌で、氷河の歌を演奏させてもらいます。そうでした。坂口さんに出していただいたので、ちょっと歌いづらいのでマスクを外して歌わせていただきます。雪バレーで毎年冬焚き火を行っているんですけれども、その中で芋をこう入れて焼き芋を作っています。屋久島猿たちはですね、その焼き芋の食べ方もそれぞれで、熱々のまんまこう頬袋に放り込む子たちや、あと水に浸して冷まして食べる、いろいろいるんですけれども、氷河がこう焼き芋食べてるなと思って見ていたんですけれども、熱いのを冷まして地面コロコロしていたんですけど、それがどうやら炭だというのに気づいて、すごく寂しそうな顔をしていました。その後ちゃんと焼き芋を食べれていたんですけれども、そんなのがモチーフになっていたりします。爆食マルコお願いします。爆食マルコやってみようかな。はい、ありがとうございます。皆様に甘やかされながらやらせていただいております。爆食マルコ、めちゃめちゃ久しぶりなので、お昼時ということなので、皆様のお昼ご飯も激進むといいなっていうので、爆食マルコやらせてもらおうと思います。あ、ちょうど皆川が今歌ってくれているので、
共演じゃないですけれども一緒にできればいいなと思っています。さあそれでは爆食マルコ行ってみたいと思います。ちょっとちょっと練習させてください。それではあと1曲ぐらい歌わせていただければ歌わせていただいて、ライブ配信を終了したいと思います。何かリクエストがございました。あ、ポコポコさん、氷河の太郎さん、最高ありがとうございます。あ、藤子さん、あ、藤子さん、じゃあそうですね、最後藤子さんで締めさせていただければなと思います。あ、仕事に戻ります。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。あ、奥間さん、最高のライブです。氷河の曲も好きです。ありがとうございます。あ、藤子さんなら歌える、一緒に歌ってください。じゃあ藤子さんで最後このライブ配信を終わろうかと思います。ちょっとちゃっかりですね、ハーモニカも用意してきたので、ちょっと準備をさせていただきます。藤子さんもですね、今年2021年になりまして、年齢が50歳、野生由来ではありますので推定にはなってしまうんですけれども、50歳の大台におりました。50歳と思えないぐらいめちゃめちゃ元気です。藤子さん、動物たちが全く出てこなくて、僕もやっぱ坂口さんだけだったんですけれども、見ていただき本当にありがとうございます。それでは最後、藤子さんという曲をやらせていただいて終わりにしたいと思います。
でした。ありがとうございました。皆さん歌っていただけたらすごく嬉しかったです。